事業は、二神化、シャットワカの回遊魚の一種、中国周辺の固有種。事業は、通常海水の上層で回遊している魚であるが、4月から6月になると、長江、仙洞江、貧江、玉江など、中国の川の下流域に、産卵のために遡上し、かつ、油が乗っているため、季節的に現れる魚との意味から、事業と称し、古来珍朝されてきたが、 標準和名は付けられていない。明治時代の漢和大辞典には、に平子の城の中が見られるなど、平子の城や、尾長子の城と記した、辞書、辞書、料理書もあるが、根拠は不明。平は二神目平か平赤に分類され、この城は、この城赤で禁煙種とは言えず、魚類学、水産学の書籍で使っている例は見出せない。なお、国示の、は、はすと読むが、 これは全く異なる小イカの魚である。関東省では、サンハジム、サンと称する。古名に、ザカ魚がある。学名は何度も変更されており、シノニムに、次がある。いずれも、リーブシーという種名が入っているが、東インド会社の茶の鑑定人で、1812年に関東を訪れ、この魚の記録を残したジョンリー・イーブスの名にちなむ。一般的に制御は、 オスが体長4 0トル前後、体重1 3キログラム程度。メスが体長5 0トル前後、体重2キログラム程度。最大6 0トル以上になるものもある。体色は銀海色で、背側が黒っぽく、腹側が白っぽい。体は長いひし形に近く、V 字型の長いおひれを持つ。中国周辺の公海南部から台湾。 フィリピン西部にかけての海域に生息する。春に淡水域まで遡上した生魚は、5月頃産卵した、後、海に戻る。1尾で200万粒程度の卵を産む。産卵後1日程度で孵化し、稚魚は淡水域で数ヶ月育ち、秋の9月から10月に海に移動する。3年で生魚となると言われる。超高流域を中心に、かつて、年間数百トン取れ、 1974年には1500トンを超えたとも言われる。当時は湖南省の道帝湖やさらに上流でも捕獲できたが乱獲によって1980年代には年間1トン未満となり幻の魚と呼ばれるようになった。このため資源が枯渇するのを防止すべく中国政府は1988年に国家一級野生保護動物に指定し現在は 捕獲を禁じている。チャンス商の順位揚げ料理の清虫事業代用品とされるアメリカシャットハルの産卵時期より早い4月末から5月頃が旬で油が乗っている。皮を遡上する途中で餌はあまり取らないため上流になるほど油は落ち風味も下がるとされる。新鮮なものを虫魚とすることが好まれた。鱗は取らず湯で表面の臭みを洗ってから 塩などで下味をつけ、ネギなどの薬味を乗せて蒸し、後でタレをかけた、清蒸し事業にする場合と、豚の網油で覆い、椎茸、タケノコ、金華ハムなどを乗せて、鶏ガラスープをかけて蒸す場合がある。また、醤油と砂糖を使った煮物や、鍋料理などにも用いられた。鱗を取らないのは、鱗が柔らかくて、油が乗っているためとされるが、 旧暦の単語の節句を過ぎると硬くなり食べられなくなる。20世紀には特に長江流域の鎮魂市から南京市あたりの名物料理とされた。現在中国では事業の捕獲が禁止されているため中国で養殖された別属のアメリカシャットが事業と称して流通しているが少量に過ぎずしかも高価である。五感の説問開示等たがいなりの記載がある。 字が、釈魚にも、塔の記載がある。明以降には皇帝への献上品として用いられた。南京は産地であって、新鮮なものが食べられたが、北京に戸が移ると輸送が難しくなり、腐敗が始まって臭くなったため、草魚とも呼ばれた。真の書籍には、具体的な産地や、調理法の記録も多くなる。石膏省商工周辺の言葉を集めた、半虎の 少しことわざには、いかぜ、不要のものがよく、味が倍化する。地味は、鱗と皮の間にある。と記載されている。中記録には、調理法として、綿は取るが、鱗は取らず、布で血を拭き取り、鍋に入れて、ファーチュー、砂ひとし、皮脂を、水、酒、ネギを加えてあえ、ふかす。と、具体的に書かれている。陸井の霊路雑誌式には、 甲州で事業が初物として出回る時には、不合がこぞって買いにやるため、値が高く、貧乏人は食べられない。との記述がある。また、真の詩人塩米は、随煙食炭の小アラタで、越類と同様に、甘い酒の麹や醤油と共に蒸したり、油を引いて焼くのが良い。風味が全くなくなるので、間違ってもぶつ切りにして、鶏肉と煮たり、 内臓や皮を取って調理してはならない、と述べている。世界で5種ほどの同族種が報告されており、近縁族のアロサ族に約20種が報告されているが、中国の事業が最も大きい。中国語の漢字もアロサ族にも用いられる。これらと区別する意味で事業を中華と呼ぶ場合がある。バングラデシュの最重要業、天伝座へ霊社。 テヌアロサ族、テンローザアロサ族、ローザ2006年にサントリーフーズがペットボトル入りウーロン茶の景品としてつけた中国宮廷料理の満館全席フィギュアの一つに、清し事業があり、平子の城の姿蒸しと解説されていた。他の食材と共に蒸したタイプの料理であるが、使われている魚は、尾の形や体型が明らかに事業ではない。色が多少異なるが、モデルは、 鉄魚の姿虫と思われる。しげの安次投越、緩和大辞典、1903年、東京、三世堂町のおりん、大受けとも事業所。ありがとうございます。